の神田ゆらみです。よろしくお願いします。はい、今から10月16日日曜日大阪ラッシュ一部ということで、ロックタウンさんでもネタ付きをお待ちいただきます。イエーイ。はい、こんにちは、エネです。今から10月16日大阪ラッシュ一部ネット中継を見たいと思います。まずってか千秋ありがとう。はい、今回はですね、ちょっと寒くなってきた時期だったので冬物のコートを着始めたので冬物のコートと一緒に羽織って撮ってみました。ちょっとあんまり普段衣装ばっかりでレパートリーが少ない中でこういうのがあればいいなと思ったので、ちょっとこれから小物とかも冬になっていくとマフラーとかもつけていきたいなと思うので楽しみにしてください。またタイミングがあればつけてみます。このコートお気に入りなんでいっぱい着ると思います。ありがとう。はい、以上です。最年時期買ってくれた千秋ありがとう。ネクスト。はい、ということで10月の16日の大阪ラッシュの一部のリンのチェキ買ってくださった方の名前を読ませていただきます。まずというか一人なんですけど、ナルピーありがとうございます。はい、もう出した時点ではい緑、はい緑、はい、めっちゃ緑リクエストだからね。とりあえず緑に塗りつぶした後にめちゃめちゃ落書きをした。楽しみにしててください。もうこの世で一番緑なんじゃないかぐらい緑です。お楽しみに。はい、ということでリンのチェキ買ってくれたナルピーありがとうございました。ネクスト。はい、こんにちは、ナリスです。今から10月16日アベノロックタウンさんの一部のネタチェキ買ってくださった方のお名前を呼びます。まずはひよちゃんありがとう。はい、好きなお花は何ですかってことだったんですけど、僕が好きなお花は何やろって考えた。なんかいろいろひまわりとかなんかそういう、いや、よくあるようなアジサイとかがパッて思い浮かんできたけど、バラとかでもなんかあんまりそんなお花にあんまり興味ないかなと思って。でもお花は好きなんよね。結構お花は割と好きなんやけど、自分にこれめっちゃ好きっていうのがないから、思いついたものが彼岸花ですね。僕の場合はなんか別名ワンジュシャゲって言うんですけど、言うらしいんですけど、なんか花言葉がなんか情熱とか思いやりみたいなのがあって、なんか彼岸花では黄色の彼岸花はなんかちょっとまた別のなんかいろいろ色によって花言葉が変わったりするらしいんだけど、ちょっとまた黄色の花言葉があるみたいなので、それはまた2部の方でちょっと言おうかなと思ってるので、楽しみにしててください。とにかく僕の好きな花は今のところ彼岸花マンジュシャゲです。見た目が可愛いのと色が赤っていうのが結構好きで、ちょっとなんか儚い感じがするのが結構好きかな。なんかちっちゃい時、小学生の時とかに読んでた漫画とかに出てきたり、あと最近で見たのが最近のアニメとかに出てきたりとかしたので、それかなって思いました。はい楽しみにしててください。ありがとう。お次がエルゴちゃんありがとう。はい、なんかこの近くになんかここから先は通ったらダメですよみたいなこれがあったんよ。はい、だからはい、だから作ってはい、ダメです、心からは通せんぼですみたいな感じにしようと思って、ちょっとなんか遊び心半分でちょっとなんか遊んでみました。はいなんかとにかく僕はね、めちゃめちゃなんかその場にあるものを使って何かしようと思い始めると、ちょっと面白いおかしなことになってしまうねんけど、それは気にしないでもろて。はい、なんか今日はちょっとこの動画撮るとき久々になんかピンクメイクしようと思って、なんか久々にピンクのメイクをねして、すごいコントラストになってるけど気にしないでください。めっちゃピンク、めっちゃピンクやな、すごいな。はい、でもこれは僕と同じ衣装の赤色のテープみたいなだったので、
ちょっと同化するかなと思って遊んでみました。でなんかちょっと寒かったから上になんか上着を着てるんだけど、まあ、それも含めてなんかいろいろいい感じになってるのではないかなと思います。多分ね、ちょっと遊んでみました。アベノロックタウンはちょこちょこ遊べる場があるのかなと思うので楽しかったです。ありがとう。はい、以上で10月16日の僕のネタチキ買ってくださってありがとうございました。ということでネクスト。はい、朝日です。10月の16日とロックタウンさんの一部のチェキを買ってくださった皆さんの名前を読んでいきたいと思います。ありがとうございます。はい、まずはじめ高尾さん、ありがとう。嬉しいです、今回もチェキ買ってくれてなんかたまにね、思い出したようにね、朝日のこと見てくれてるからすごく嬉しいなと思っております。ツイッターとかは毎日欠かさず結構見てくれてるんかなって思うんやけどなかなかね、高尾さんってね、お仕事の、ね、都合が合わず会えなくて寂しいですまたライブ見に来て楽しんでもらえたら朝日がすごく嬉しいなと思います。待ってますね、会いに来てくれるの。ありがとう。はい、そしてお次、ゆうありがとう。じゃーん、実はねベルトを忘れまして、衣装の前もなんか忘れてたよね朝日たまにやっちゃうミスなんですけど、またチェキをね取るときに忘れてしまったということで、ちょっとしょぼいチェキにはなってるんですけども受け取ってもらえると嬉しいです。ありがとう、本当にチェキ買ってくれて嬉しい。なんかユーの中にはやっぱネットチェキモチベがあるかなと思うんだけど嬉しいです。頑張ってね、キープできるようにいっぱい落書き可愛いねやって届けるので、愛もこうしっかり込めてこれからもね待っててください。ありがとう。はい、10月の16日ロックタウンさん一部のチェキを買ってくださった皆さんありがとうございます。ネクスト。はい、今回も買ってくださった皆さんありがとうございます。それでは以上、私たちカネラビツでした。ありがとうございました。